時刻は夜10時を回りました。皆様、こんばんは。秋元の子お休み前の本棚の時間です。この番組は、朗読を広めたい女優、秋元の子が、ジャズやトークを交えながら、好きな作品を朗読する番組です。夜のひととき、ほっとしていただけたら嬉しいです。 この番組は FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより10時30分まで放送いたします。YouTube でもネット配信をしています。お休み前の本棚で検索すると音楽は入りませんがこれまでの放送を全部聞くことができます。また無料アプリのリスンラジオをダウンロードしていただくと全国どこからでも聞くことができます。 そして番組に対する要望、感想をお待ちしています。メールアドレスは 797-fmgui.com です。ここで私が月一で開催しています演劇ワークショップのお知らせをさせてください。10月20日10時から13時まで東中野のスタジオで先着6名様になります。 ご興味がありましたら、秋元のりこのサイトまでご連絡ください。さて、それでは参りましょう。今日のワンポイントレッスン。ンンスン先週から始めました新コーナーです。声の出し方や話し方など、秋元流の秘密をこっそり教えちゃいます。 先週お話ししましたように、声を出すには、筋肉を使います。どの筋肉かと言いますと、3箇所あります。脇の筋肉。外腹斜筋、内腹斜筋。それから、お腹の筋肉。腹直筋、腹横筋。まあ、いわゆるあの腹筋ですね。<laughs> そして、腰の筋肉。 上半身と下半身をつなぐ腸腰筋です足を持ち上げた時のき筋肉であの腿をちょっと高く上げてみると感じられると思います腸腰筋を鍛えますと声だけじゃなくてもういいことばかりです あの元気に死んでいきます <laughs> 私は腸腰筋が大好きなんであのいかにしたら鍛えられるかっていうのをいつも考えてるんですけどまあ一番簡単なのはあの階段を上がる時に少しももをね高めに太ももを上げてみてくださいそれだけでも大丈夫ですそれからつま先立ちして下ろしてつま先立ちして下ろしてとか。 そんなことをしてみてください。えー、とあと歯ブラシするときに片足で歯ブラシをするとかいろいろありますがぜひ腸腰筋を鍛えてみてください。以上今日のワンポイントレッスンでした。ではここであのいた,だいたメールを読ませていただきます。えっ、ー、とね。 こんにちはいつも素敵な放送ありがとうございます。本日、どんぐりと山猫を共に近所の森林公園のお散歩をしてみました。適度に風がそよいでいて日差しも強くなく、秋元様の朗読が自然に溶け込んでとても気持ちのいい時間を過ごさせていただきました。 わーありがとうございます。どんぐりと山猫を聞きながら散歩。おお、ありがとうございます、えー。ご相談お願いいたします。高齢の方に伝わる話し方、発声について。おお、なるほど、えー。声は高くないです。大きな声でゆっくり話すと伝わるのかなというイメージでいますが、 大きな声を出すと普段声を出し慣れていないせいか怒っているようなきつい印象になる感じがします。うん、アドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。なるほど。そうですよね。普段からあのそんなに大きな声を出さない方にとっては大きな声を出すっていうのはやっぱりちょっと。 難しいんですよねあの性格もありますしね優しい方はねまずねこの,この高齢者の方にっていうかこれは朗読会の規模によりますよねあの大きなとこだったらもうあのマイク使った方がいいですしあと会議室だとかねぐらいとかね図書館なんかでやる場合だったら まあ、前の方に来てもらうそれか、それか自分が近づいて、私はいつも最初に、あの、聞こえますかって、あの、まずそれは試しますね、うん。で、どのくらいの声でやったらいいのかなっていうのを測るんですけど、あの、声って、大きな声出すっていうよりも、 響きのある声がねあの耳に届くんですね。それから高齢者の方は高い音がちょっともう苦手になってます。聞き子供さんの場合はねあの高い音がすごく耳にくるんですけど年とともに高い音が聞きづらくなるんです。なのであの高い声で読む必要はないですね。であの <laughs> <laughs> まあ若い頃舞台立ってた頃によく言われたんですけどもう千人二千に入るような大きなところでも一番遠くにいる人隅にいる人にまで聞こえる声で話せっていうのはもちろんなんですけどでも小さな声で話さなきゃいけない役ねとかこう耳元でこうひそひそ話しするのもそれもどんなに大きな舞台でも遠くにまで聞こえなきゃいけない。 そういうい技があるんですね小さな声でコソコソって耳元で話すのを大きな声で言ったらおかしいでしょだからやっぱり小さな声で言うんですけどどうするかっていうと聞きあの方に集中してえ今今んて言ってるんだろうっていうものすごくこう集中させる技がある。 だからでかい声でどんどん言うのがいいわけじゃなくて聞き手の人が聞きたいっていうかそこに聞こうとする集中することでなんかね届くこともあるんですね。うん、で高齢者の方でも実際に本当に耳が遠い場合は本当に近くに来てもらえばいいしそれから顔を見てあのお話ししてあげるといいと思います。 あの持ってるねあの台本なりその本をずっと見て顔を上げないでいるんじゃなくてちゃんとこうちらっとこう顔を見てわかってるかき聞こえてるかどうかっていう表情を見ていただいてそれによってちょっと頑張って声を出す。で声を大きな声を出し慣れてない方っていうのはやはりあの。<laughs> ワンンポイントレッスンでも言いましたけど筋肉をやっぱりあまり使えてないかもしれないんですね。うん、だからね、あのー、筋肉を使うんですけど具体的に言ったらおへそをぐっと中に押し込んでみてください。ぐ、う、っ、ん、とね。そうすると声が支えられてちょっと声が前に出ます。声声を、声は、あのー 大きく円のように広がるんじゃなくて小さな円,円で前に飛び出るっていうふうに思ってくださいね前に出すっていうイメージを持ってみてくださいいやこれはねあのまだまだいろいろ言いたいのでまた次のワンポイントレッスンか何かでお話ししたいと思いますそれでは今夜の曲私の大好きなマンハッタンジャズクインテッドで「スイングしなけれゃ意味ないね」 そして朗読は先週の応答せよ2 0んに引き続き詩人の平田俊子さんでおもろい夫婦よりはじめにと女子社員 VS 音部お化けです。どうぞ。平田俊子、おもろい夫婦よりはじめに夫と別居して半年過ぎた。 半年といえば180日と言っても、この間全く音信不通というわけではなく、月のうち10日は一緒に住んでいる。月で10日だと半年では60日。ということは、別居期間は現在までのところ通算120日ということになる。ところでこの別居は、 私が大阪に夫を残して東京に行くという形をとった。大阪、と京都は近いけれど、大阪と東京都は近くない。ほぼ600キロの距離がある。1日600キロで、別居期間は120日だから、これをかけると7万2000キロである。何のためにかけるのかよくわからないが、 通算7万2000キロというのはちょっと大きな数字である。母を訪ねて3000里、イコール1万2000キロの旅を6回繰り返したことになる。すごいぞ。別居の理由はうまく言えない。夫の水虫にうんざりしたとか、夫の帰りが毎晩遅いとか、ご飯を作るのに飽きたとか。 夫がどうも浮気したらしいとか。ならば私もしてやろうかと。ああだこうだとかのドロドロ日々ぐちゃぐちゃが続き。ああ、やだ、もう嫌だ。なんとかしたい。なんとかしなくっちゃ。でもどうすればいいのと悶々とした日々を過ごすうち。ある日突然パワーが湧いて。気がつくと家を出ておったわい。というのが正直なところである。 結婚したのもはずみなら別居したのもはずみであった他人と暮らすのは難しい毎日となるとなおさらである別居時々同居というのがうちの場合は良さそうであるこの本はある別居夫婦の愛と悲しみの実録ものである実録ものは 事実をもとにして興味本位に書いた読み物のことだと、角川国語辞典には出ている。実録と実録者の,の間には、未婚と既婚ぐらいの大きな違いがありそうである。結婚すると確かに物は増える。狭い部屋に物が溢れて、二人で住むには窮屈になり、居場所をめぐる構想が夫婦の間で激化した。 その争いに敗れた妻は新天地を求めて一人旅だったというのが別居を始めた一番の理由だったりして女子社員 VS おんぶお化け一緒に暮らしていたジブには10時になっても帰らない11時になっても帰らない12時になっても帰ってこないと。 気になって気になって、今頃誰かと飲んでるんだ。今頃誰かとホテルにいるんだ。今頃誰かとやってるんだと妄想の嵐が吹き荒れたものだが、大きく離れて住むようになったおかげで、町人地獄からは解放された。安寧の日々が始まったものの、思い出したようにふと電話すると、10時になっても誰も出ない。11時になっても誰も出ない。 12時になっても誰も出ない。そういうことが何度か続くと、前にも増して気になって気になって、今頃誰かと飲んでるんだ、今頃誰かとホテルにいるんだ、今頃誰かとやってるんだと妄想の嵐は凄まじきを極め、6畳の部屋をぶち壊しにかかる。こんなことでは何も手につかない。お風呂にも入れないし、盆踊りにも行けない。 爪も噛めないし、天気予報も聞けない。私の残り時間はとても短い。あと50年あるかどうかだ。なのに妄想にとらわれていてはいけない。無意に時間を過ごしてはいけない。何か良い手はと考えてあげく。あなたにおぐさることを思いついた。朝はあなたの猫座で目覚め。 あなたの猫背で朝飯を食い、あなたの猫背で電車に乗って、あなたの会社に出勤する。あなたにおはようを言う女子社員をレーザー銃で撃ち殺し、あなたに書類を渡す女子社員をレーザー銃で撃ち殺し、あなたに昼飯をねだる女子社員をレーザー銃で撃ち殺し、あなたに1000円借りる女子社員をレーザー銃で撃ち殺し。 意味なくあなたに微笑みかける女子社員をレーザー銃で5度撃ち殺しあなたにお先に挨拶をする女子社員もレーザー銃で撃ち殺しあなたとエレベーターで一緒になった女子社員をレーザー銃で撃ち殺すあーこんなに殺してしまってダメじゃないかと注意されたらおぶわれた私は赤ん坊何にもわからないふりをして あーん、あーん、と泣いていよう。女子社員を殺すとあなたは怒るが、それは彼女らの正体を知らないからだ。彼女らの怖さを知らないからだ。女子社員とは、地球の男を殺すため、異性から派遣された死者である。私の前の亭主は女子社員にやられた。ヤモリみたいにもてあそばれた挙句に、 ご飯に毒を盛られたのだ。その前の亭主も女子社員にやられた油断して添い寝して寝首をかかれたその前の亭主は女子社員の罠にはまったスパイと知らずに国家機密を漏らし南の島に島流しになった流される途中で溺死してしまったみんなバカ者の亭主であった あなたもバカ者になりたいか私にバカ者呼ばわりされたいか亭主らが死んで金が入った。保険金が次々降りたのだ。私は女子社員に金を配った。彼女らのもたらした金だもの。私は惜しみなくくれてやった。それでも腐るほど金は残った。もう金はいらない。 死んでいく亭主はいらない。生きていく亭主が一人いればよい。赤貝みたいにだらーんとベロを出し死んでいる。見よ、これが奴らの正体だ。若ぶっていても実は500を過ぎていたことがひんむいた目からわかるだろう。綺麗な髪と見えたものも、これこの通り庭坊起である。豊かな胸と思ったものも、 これ、この通り、枕である。枕であなたを騙そうというのだ。あなたはうぶだから騙されやすい。よその亭主のように女子社員退治で名を上げる才覚もない。私は、おぶわれてあなたを守ろう。私とて用事もあれば、納税義務もあるみ。おぶわれてばかりもいられないのだが、退治しても退治しても、 女子社員は湧いて出て、しかもだんだん強力になり、一段と若く可愛い女子社員があなたの周りをうろうろするから、地上に降りる糸間がない。日々手ごわきを増す女子社員。いつかレーザー銃の効かなくなる日が。不安が私の胸をよぎる。いつまであなたを守れるだろう。 女子社員に敗れる日が来るかもしれないとしこさん頼みますどうぞあの子を守ってくださいとあなたのひいじいさんが手を合わせますひいじいさんどうぞご心配なくひまごさんは私がきっと私はしなびた手を握りますひいじいさんの時代には女子社員はまだおらなんだが 代わりにお女中というものがいて、これがまあ、飛んだ化け物で、と、横からヒーバーさんが口を出します。ちょっと油断するとじいさんに悪さし、腹をでかくして赤子をポロポロ、納屋で産み、鳥小屋で産み、便所で産み、井戸端で産み、便所裏で産み、床下で産み、庭に穴を掘って産み、隣の家で産み、 タンスの陰に隠れて海、お女中そっくりの顔した子らが、ハイハイしてきては蔵を襲って、お目や着物や金酢を持ち出し、ばあさんを殴り、ばあさんを蹴飛ばし、ばあさんを縛って逆さに吊るし、刀を奪い、掛け軸を破り、壺を割り、馬を逃がし、屋敷に火をつけて回ったそうです。 レーザー銃のない時代ですから、ヒーバーさんは火箸に頼ったそうです。見つけるとすぐにお女中の脳天を火箸で一突きしたそうです。カツとつくと、お女中は、ドロドロのものを空に吹き上げ、目をひんむいて、おのれーと叫び、角を立て牙をむき、赤貝みたいなベロを出し、不門に胸をかきむしりながら、 うの細胞を遂げたそうです。退治しても退治してもお女中は次々湧いて出てしかもだんだん強力になり一段と若くかわいいお女中がじいさんの周りをうろうろするのでばあさんはいつ何時も火箸を離せず口にくわえて歩いたそうです。 曲はマンハッタンジャズクインテッドでスイングしなけりゃ意味ないね。朗読は平田俊子おもろい夫婦よりはじめにと女子社員 VS 音部お化けでした。2週にわたり平田俊子さんの作品を読ませていただきました。いかがだったでしょうか寝る前のひと時にはちょっときつかったかもしれませんね。 番組の感想、またはジャズのリクエスト、朗読で聞いてみたい作品、ただし著作権フリーでありましたら、えー、ぜひ、797-FM 技能ッ c o m までお願いいたします。それでは番組に参加してくださった皆様、ありがとうございました。お相手は秋元のりこでした。それではまた来週。 同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。